ON ライナー号大宮駅西口この乗り場は閉鎖されており、現在は西口11番乗り場から発着する ON ライナー号大宮駅西口付近 ON ライナー号は埼玉県埼玉市大宮区の大宮駅と千葉県成田市の成田国際空港を結ぶ高速バスである。1989年4月28日に運行開始。 鉄道では直行できなかった埼玉県の大宮駅と成田空港を結ぶ路線として開設された。愛称は大宮と成田を結ぶことから頭文字を取った。開設当初は1日18往復が設定され、供給過剰を危惧する意見もあったが、乗り換えなしの利便性が好評となり、1998年12月に成田エクスプレスが大宮駅に乗り入れを開始して、以降も、 変わらず良好な乗車率を保っている。今日では、成田空港への空港連絡バスは、東京都、千葉県以外の様々な地区からも多くの便数が、運行されているが、その先駆けとなった路線とも言える。大宮駅に乗り入れている3社と成田空港に、乗り入れている3社がすべて参入したため、運行開始当初は6社での共同運行、運賃プール生産性であった。なお、 JR バス関東は2009年3月31日の運行をもって撤退したため、現在は以下の5社により運行されている。西武バス、大宮営業所大宮駅西口から新都心、出入口美女木 JCT、板橋チャンクション、ワンガム市川インターチェンジ成田 JCT、新空港インターチェンジ成田国際空港埼玉、 新都心駅西口大宮駅西口から新都心西出入口ビジョニー JCT 板橋ジャンクション湾岸市川インターチェンジ成田 JCT 新空港インターチェンジ成田国際空港大宮駅西口岩月 IC 川口ジャンクション湾岸市川インターチェンジ成田 JCT 新空港インターチェンジ成田国際空港2009年3月31日の 運行をもって JR バス関東が撤退したため、同社担当分の2往復が減便となり、翌日以降6車18往復体制から5車16往復体制になった。同年12月1日のダイヤ改正により、京成担当便のうち大宮業1本が減便され15.5往復となった。さらに2015年11月1日のダイヤ改正で13、 往復に減便された。大宮駅に設置されていた ON ライナー号待合所、ON ライナー号 H658 から H4145 車とも直結クーラー装備によりホイールベース管輸化したがすべてトランクとなった空港リムジン仕様のトイレ付け40人乗りハイデッカーが使用されている。運行当初はシルバーメタリックに白帯を斜めに入れた6車、共通カラーであったが、 1991年に JR バス関東が自社カラーで鹿島号と共通の予備車を導入しており、その後は車両代退時にた路線との共通化という観点から自社カラーに戻した事業者が多く、最後まで専用車が残っていた東部バスウエストも2008年や秋で代替されて全廃となっている。また運行開始当初は国際工業のみスーパーハイデッカーで、 リムジン仕様ではなかったが、車両代替時にリムジン仕様のガーラとなった。1990年代に国際工業の ON ライナー使用者を繁忙期に大宮大阪間の夜行高速バス、サテライト号の増発に回した際、後部の大宮成田の表記に大宮大阪のシールを貼って運行したことがある。ありがとうございます。